おいしそう。<laughs> チャンプルーですー。<laughs> チャンプルーですー。えーね、ナンバー2を行きたいと思いますね。まあ、友達に関する、これもありがたいことなんですけども。帰ってきたらですね、なんと、先ほどね、助けていただいたジミーさんが、 電籠一輪車を乗りこなせてたんですよね。動画にもあげてありますけども。なんとそれもね、サプライズのことで、クリスとね、練習をして、あの、電籠一輪車に乗れるようになったっていうことで、めっちゃびっくりしましたけど、まあね、俺のビデオの中には、そういう、そういう、その、大きなびっくりみたいなのが、ちょっと乗ってなく、乗せられてなくて、ちょっと残念なんですけども、まあそういう形でね。 俺を喜ばせよううとということで電動一輪車ね彼に勧めてたんですけどねまあ彼はな「いやー怖い怖い怖い怪我したら怖い」とかって言ったらあの <laughs> 僕ォッしたら怖いということであの乗らないとかって言ってたんですけどねまあクリスからね勧められて <laughs> 俺から勧められて。 まあ俺が来る前に乗れるようになったっていうことなんですけどああ3ヶ月ぶりのウォッカのあぜですなで今日もまたこう今日もっていうか同じ日なんですけど今日もな今日はまたクリスに。 まあクリスがですね KS22 っていうキングソングのまあ大きい今一番大きいやつキングソングの中では多分一番大きいと思いますね KS22 っていうでっかい電動一輪車多分75キロぐらい出るのかなスピードが最高速度75キロぐらい多分出ると思いますね それを買ってあったんですね。それもね、まあびっくりだったんですけど。ああ、俺も買いたいとかって思って、まあ、クリスはまあ、またそういうのを、あの、売ってる人がいたらね、中古なんですけども、あの、探してこないとかって言ったら、お今日なんですけど。あ、昨日かな今日、オッケー、じゃあ探しとくよって昨日。 昨日言っててくれてで、今日、お着ユニスがあるよとかって言って、アナハイムっていうところ、大、ま、約1時間半ぐらいのところなんですけど、1時間半ぐらいの片道ですね。車で1時間半ぐらいのところに、あの、売る人がいるよっていうことで、じゃあ、着取りに行こうっていうことで、まあ、俺の車からではあるんですけど、まあでも片道1時間半、往復で3時間。 ね私に付き合ってくれて、その、電動一輪車をね、買うことができましたっ <laughs> イエーイイエーイイエーイっていうやつですね。まあ、電動一輪車をね、ケースとネットっていうやつをね、買うことができました。ああ、嬉しい <laughs> まあ、中古ではあるんですけどね。 買うことができたっていうことでまあねもうね片道1時間半3時間ね往復で3時間今回はねクリスが僕と付き合ってくれて本当ありがたかったですよね、まあ、クリスありがとうまあねジミーさんもありがとうまあ本当にね持つべきものは友達だなとかって思いますねありがたいですということでまあね 人々に助けられて生いてもんだなぁみたいなやつですよね。安心、またやーさい、は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 いはいはいはい、はいいさはは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 